はい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 。また勝ちましたね。また首位。首位になりましたよ。また首位ですよ。1位ですよ、また。はい。やはり、まあ、打てないんだけど、全然得点は入らないんだけど、こんだけ勝ててるって、僕すごいと思うし、ほんまにセンターラインを中心にした守備、もう守備の硬さはマジでやばいなっていう風に、改めてね、今日、感じさせていただきました。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見てください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたジャイアンツ対ベイスターズの試合解説やっていこうかなというふうに思ってます。はい、まず先結果からなんですけども、まあ2対1でジャイアンツが勝利をしたというようなゲームになっております。よいしょーということでね、これでまた首位奪回、って言うんですよね、っていうところで、非常にまあ点数入らなくてジャイアンツファンがね、誰々をなんかこう打順変えた方がいいんちゃうかとか、なんか誰々を上げてきた方がいいんちゃうかとか、僕のチャンネルにねたくさんコメントくるんですけど、でも結局勝ってるからこれマジですごいなと思うんですよね。うん、これで負けてたらその議論っていうのもすごくまあわかるっちゃわかるんですけども、これで勝っててるっていうのがある意味本当になんかこう、なんて言ったんやろな、奇跡というか、奇跡とは言わないけど、なんかもうすごいなっていうふうに思います。ピッチャーの頑張りもそうだし、特にセンターラインね、もうカチカチやなと、守備カチカチやでっていう感じでね、ほんまにもうえげつないプレイもね、今日たくさんありましたんで、まあ今日、後からね、紹介していきたいというふうに思ってます。まず、はじめにですね、今日の試合の総括させてください。はい、こちらになります。ベイスターズ先発のケイ投手の、まあ、速球をチームで狙い撃ち、センターラインの硬い守備が20丸というところです。はい、ケイ投手ね、めっちゃ球速いんですよ。154とかぐらいマックスで出てて、めっちゃ球速いんですよ。で、まあ、点取ったこの2回あると思うんですけど、この2回にですね、完璧に速球系、もう、まっすぐ、1、2の3でいいから行けっていう多分ね、チームからの指示多分出てたと思うんですよね。それぐらい、まっすぐを狙いに行ってるなっていう感じはすごくしました。で、それをするとどうなるかっていうと、次はやはり、相手バッテリーはまっすぐ狙ってきてるなっていうふうなことをすぐ感じるわけですから、そこから、変化球中、中心になったりするんですけど、まあ、今日のベイスターズのバッテリーはですね、はじめストレートとスライダーっていうのを軸にしてたんですけども、やはりそのボール、ストレートというボールを狙ってきてるなっていう感じがすぐね、山本捕手もね、感じ取りまして、後半はですね、チェンジアップという球種が非常に多くなってたんで、やはりそれの影響っていうのはチームでみんなでこう、速いストレートをまず叩いていこうっていう作戦をしたんで、配球も、相手の配球も変わってったんじゃないかなっていうふうに思います。で、このセンターラインの硬い守備がっていうふうなこと言いましたけども、まあ、初回のオコエ選手のプレーもそうですし、もうスーパープレーですよね。この、吉川尚輝選手のプレーも、もうえげつないんですよ、あんな。あんな今日本で、あれアウト取れる選手って多分僕いないと思うんですよね。菊池選手でも多分もう無理だと思うんですよね。だからそれぐらいのプレーをね、ちゃん、普通になんかしてるけど、もうあれ、直樹さんじゃなかったら無理やからね。普通に無理やから。うん。だし、ピッチャーライナーもね、山崎伊織投手とか、取ってゲッツーとかしたりとか、まあ、ピッチャーゴロ取ったりとかしてましたけども、あれもね、テニスボールみたいな柔らかいボールを、こう、至近距離からパーンって、ピッチャーコーチにね、打ってもらって、それをこう、取るんじゃなくて、とりあえずグローブに当てるみたいな練習も、登板日以外の日にやってるわけですよ。だから、ああいうスフィールディングとかっていうのも、生まれてくるんだと思いますし、そういうやっぱり見えないところのこの練習とかね、っていうのが、やはりああいう、本番の場面で出てるから、今いい結果が出てるんじゃないかな、というふうに思っております。で、今日の動画の流れなんですけど、まず左側で、まあ軽くね、得点シーン振り返っていきまして、そして右側で、まあ僕が気になったところっていうのを皆さんにね、分かりやすく伝えていきたいというふうに思います。はい、まず得点シーンなんですけども、まあ今日2対1っていうところであんまり得点シーンはないんですけども、まあ2回裏ね、これワンアウト1塁から岸田選手のホームラン、今季初ホームランというところで非常にいいバッティングだったなというふうに思います。すごく短く持ってるんだけど、まあ僕も自主トレ手伝ってましたし、
彼のことは、まあ、同期入団ですし、すごく分かってるつもりではあるんですが、やはり、あんだけ短いも、もう、バッとこれ、一拳ぐらい短持ってるんですよ。なんですけども、それでもあんだけ打球飛ぶっていうところで、やはりもう、短く持ったから打球飛ばないとか、そういう、もう、概念でもないので、だから非常にね、やはり芯に当てて、ある程度角度がつけばね、あんだけ振れるバッターなんで、まあ、どの球場でも入りますよっていうところだと思います。で、5回表ですね、ワンアウト2塁から、まあ、海老名選手に、まあ、レフト前を浴びまして、まあ、1点返されるんだけど、そっからゼロ更新ね。っていうところ、まあ、9回もバルナード、ちょっと危ない感じの、まあ、先頭フォアボールありましたけども、やはりね、その、後続をしっかり立ってくれるっていうところがね、いいピッチャーだなというふうに思うし、まあ、筒香選手もね、今日見ましたけども、やはり選球眼っていうところ、ボール球振らないなっていうところもありますし、非常にやはり日本のね、前いた印象もあるんでね、非常にこう、なんて言うんだろう、怖さというか、っていうのは、まだ、ジャイアンツバッテリーっていうのは感じてるんで、慎重になってるなっていう感じは今日ありました。はい、じゃあちょっと右側でね、詳しく解説していきたいと思うんですけど、こっから見てよ。こっから見てよ。OK? わかった ?OK? いきます。はい、まず1回表。僕先ほど言いましたけども、これね、1回表からしっかりいい守備ができてたわけですよ。で、ツアーで注意というところで、牧選手にセンターフライ打たれたんですけど、これも、オコエ選手ね、今日、やっぱ地方球場で、僕もこれアルペン行ったことあるんですけど、富山アルペン、めっちゃいい球場なんですけど、やはり、いつもやってる球場と違うと、風も違うわ、クッション、その、フェンスの硬さも違うわ、芝の長さも違うわ、打球の転がり方も違うわ、何から何まで違うわけですよ。で、まあ、野手でもそうです。内野手でもそうですし、言うたらもう、キャッチャーとかでも、全然違うわけですよ、その地面がね。だから、見え方も違うしっていうところで、やはり、中央球場に行った時っていうのは、やはりこう、入念に、確認するわけですよ。試合前の練習でね。そういったところの確認がしっかりできてたんで、このね、センターフライ、前のフライなんですけど、しっかり飛び込んで、取れたっていうのは、これね、先制点、これ、取れなかったらやってるわけですから、そこをしっかりプレイできたっていうのは、めちゃくちゃ大きかったな、というふうに思います。で、これ2回表なんですけど、次ね。これ、先頭筒香選手、先ほど言ったように警戒してるよっていうふうな言い方しましたけども、これ、フォアボールです。8球目のフォークね、しっかり選んで、フォアボール取るわけですけども、僕の今日の印象はですね、なかなか低めのボール振ってくれないなっていう感じはありました。まあ、インサイドもね、行ったりとかしてたんですけど、なかなかね、このやはり選球眼というか、まあ日本の時もそうでしたけども、低めのボールもあんま振らない。まあ振る時あると思うんですけど、なかなか振ってくれないなっていう感じは今日の試合見てね、すごくしました。で、佐野選手にこれ、レフト前ヒットも打たれて、と。で、ノーアウト1、2塁で、山本選手、ライトフライ。これはいい高さ、いい低さに、投げ込んでたんだけど、ゲッツーを狙ってね、いい高さ、低めに投げてゴロを打たそうっていう、ところでね、投げ込んでたんだけど、これはライトフライになってしまうと。で、ワンアウト1、2塁で森選手にショートゴロ。で、ここね、僕ちょっとね、ちょっと、テレビ見ながら切れかけたんですけど、これね、ツーアウト1、2塁で、まあ、先発の K 投手が打席来て、結局フォアボール出しちゃうんですけど、これね、ちょっと審判やりすぎやなっていう。ちょっと審判ちょっと見えてないなっていう感じがしました。どういうことかっていうと、めちゃくちゃいいボールいってるんですよ。アウトコース低めとか、忖度なしで多分入ってるやろなっていうボール2球ぐらいあったんですよね。この、打席で。それをボールって言ってるんですよ。まあ、まだ C って言うなら、まあその、100歩譲ってね、打席内で1球、これはストライクやろってやつをボールって言われたら、あるかなっていう感じはあるんですけど、その同じ打席内で2球ストライクのボールをボールって言われたら、そらファーボール出してまうでっていうところで、まあさすがの山崎伊織投手も、ちょっとボールって言われた時に、ちょっと顔に出てましたけども、僕はね、もっと出てました。テレビ見ながら、テレビというかまあ、ダゾーン見ながらですけども、これはストライクやろって。低め見えてなさすぎやろっていうふうにもうね、言っちゃったぐらい、いいボールを投げ込んでたんだけど、ファーボールになってしまうと。で、これね、普通で言ったらこれ、ピッチャーにフォアボールってまあ5ハットなわけですよ。で、これで点取られたら地獄やなと思ったんですけど、2アウト満塁で海老名選手をレフトフライ。これも長野さんがね、ちょっと風ありながらですけども、スライディングキャッチっていうところで、やはりね、硬いバックが硬いんよ。これで点取られたらね、ほんまにね、あの審判クソって言いそうになるところをね、しっかりアウト取れたっていうのは非常に良かったと思います。で、ここですよね、2回裏。僕先ほど言ったじゃないですか、チームで、まあ、早いまっすぐ狙っていこうっていうのは絶対出てたよっていう風な言い方しましたけども、この回なんですよね。
坂本さんがこれ、ライト前ヒット打つんですけど、これも速いまっすぐをしっかり逆方向にカッチン打ちに行ってるわけですよ。で、長野さんの打席なんかね、これ典型的なんですけど、ノーアウト一塁で長野さん回ってきて、ストレートをまずポール際にパッコンファール打って、次カットボール来たんですよ。じゃあ、ストレートを三塁線にパーンってファール打って、で、二球目カットボール来たんですよ。カットボール来たんですけど、それをポール際にファール打つんですよ。で、もう明らかにこのね、坂本さんもそうですし、長野さんも見て、明らかにストレート系を捉えてきてるっていうのがあるんで、あ、多分チームで多分指示が出てるんだなというふうに思いました。で、そこでチェンジアップを3球投げてきて、まあ、長野さん空振り三振に終わってしまうんですけど、このワンアウト一塁っていうところで、岸田選手がね、ストレート2球、まあ、150キロ以上のストレートですけども、それをしっかりカーンって、振り抜いてですね、これがホームランっていうところで、もうこの回ね、明らかにこれストレート系を打ってるわけですよ。で、まあ、門脇選手がセカンドのエラー、で、山崎選手バント成功、で、ツーアウト二塁で丸選手フォアボール、で、ツーアウト一塁でオコエ選手のレフト前、で、満塁になりますと。で、ツーアウト満塁で吉川選手がレフト前、レフトフライ打つんですけど、まあ結局これもストレートをね、初球のストレートを打ちに行ってるわけなんで、間違いなく、K 投手の速いまっすぐを速いイニングで、できるだけ狙ってね、捉えていこうよっていう指示は、多分おそらく矢野打撃コーチから多分指示が出てたと思うんで、この回っていうのは非常にね、その作戦通りにいけたんじゃないかなというふうに思います。で、つい気になったところ、これ4回くらいなんですけど、で、これね、ちょっと不穏な空気流れるんですよ。これワンアウト10位で、これ山崎選手がね、まあ、ピッチャーの山崎選手が、まあ、バントの構えしてるわけですよ。で、それでバントパンパンと、なって、ツーストライクかな。で、盗塁するんですよ。岸田選手が盗塁して、なんか山崎選手がちょっとバット引いたのかな、引いたのかちょっとわからないけど、まあ、引いて、で、結局その山本選手が二塁投げて、岸田選手が盗塁アウトになっちゃって、で、結局この山崎選手も空振り三振っていうところで、チェンジになっちゃうんですけど、これ多分ね、サインミスなんですよね。これまあ、わからないんですけど、まあ、どっちかの、サインミスだと思うんですよね。多分おそらくですけども、まあ、これ憶測で話すんですけど、多分、まあ、エンドランは出ないだろうと思うんですよね。だから、多分、バントエンドランかなんかが出てたと思うんですよ。で、まあ、野手ですから、岸田選手は野手ですから、多分、サインを見落とすっていうのは、多分、あんまり考えられないと思うんですよね。っていうことは、おそらくですが、これ山崎選手がバントエンドランを、普通のバントだと思って多分普通に引いたと思うんですよね。で、それで、アウトになったっていうところで、多分ですけど山崎選手が多分、まあそのサインミスをしてるだろうっていうところ。で、こういうのってやっぱり不穏な空気流れるんですよ。おー、誰が やらかしたみたいな感じの雰囲気出るんですよ。で、この次の回ね、これ5回まで点取られるところですけども、やはりこういう、なんて言うんだろう。サインミスとか、ちょっと、あれ?みたいなプレイが出た時って、その次の回とかに点取られることってマジで野球あるあるなんですよ。で、これもね、この回も森選手にレフト前ヒットカチン打たれて、で、ケース投手にバントポーンと決められて、で、ワンアウト二塁で海老名選手にレフト前ってところでね、もう流れるような点の取られ方してるわけですよ。で、これは間違いなくこのね、サインミスの不穏な空気が、関係してるんじゃないかなというふうに思います。ただしかし、このワンアウト一塁から、これ関根選手がね、ピッチャーランナーパーン打つわけですよ。でも、それをね、山崎より投手がパーン取って、ファーストにすぐビューンって投げて、ダブルプレイ。これはマジででかかった。先ほども言いましたように、柔らかいボールをね、反射神経で、こう、ピッチャーライナー対策っていうのもやってますから、そういったところ、まあ、元々のセンスもあると思いますけども、それね、これも牽制もそうでしたけども、非常にね、ああ、やはりセンスあるなっていうふうに改めて感じさせていただきました。はい。で、次、6回表なんですけど、これね、まあ、先頭なんですけど、先頭の宮崎選手、まあ、確かに足は速いバッターではない、選手ではないんですけども、これはね、普通だったらヒットなるんですよ。ヒットなる。まず普通のセカンドだったら、あんなボール追いつかないんですよ。なんですけど、吉川選手がこの二遊間にバー走って、取って、バーン投げて、まあ、ワンバン送球だったんだけど、もうアウト取るわけですよ、宮崎選手ね。もう多分ヒットやと思ってるわけですよ、打った瞬間。だけど、このプレイはマジででかかったね。これ先頭なんかね、出られて、こっからまた、これ3番でしょ ?4 番、5番って続いていくわけじゃないですか。で、それ、もしかしたら点取られる可能性めちゃくちゃ高いんですけど、そこをね、あの守備で助けたっていうのめっちゃ大きかったですね。だから、ほんまにカッチカチやなと。ジャイアンツの守備陣はマジでエグいなっていうふうに、ほんまに思います。
ほんまに直樹さんは、ほんまにエグいなって、もう日本、間違いなく日本一やなっていうふうに僕思ってます。で、7回表次ね、これね、よく投げ切ったっていうお話なんですけど、まあ、佐野選手に、センター前ヒット打たれますと。で、山本選手バント成功。で、ワンアウト二塁で森選手セカンドゴロというところで、まあ、ツーアウト三塁作るわけですよ。うん。だから同点の場面ですよね、ここ。同点の場面ね。7回表、同点の場面ですわ。で、ここでピンチヒッター。まあ、こう勝負かけてくるわけですよ、DNA ね。山本選手出てくる。うん、ベテランのね、出てきますと。で、カットボール空振り。はい。空振りしますと。で、ストレート行ってボールとなりますと。あ、じゃあここのワンワンでどうするって、外の勝負で行くのっていう話なんですけど、ここで、思い切ってインサイドのシュート行って、もうガッシャーンってバッと折れてるわけですよ。で、これ、よく投げ切ったなと思います。普通だったら外で勝負したいんだっていうふうに、やっぱ働くんですよ。で、ベテランだから、そういう読みもね、山本選手っていうのはすごく鋭いと思うんですけど、そこをしっかり、まあ一塁も空いてるしというところ。で、ワンワンというカウントでいっとかないと、最後ね、フォークであったりとかスライダーが効かないというところで、ワンワン、ここ行くしかないで、いおりというところで、シュートしっかりインサイド、ズバー行って、山本選手、ぐっちゃー折れて、で、それ坂本選手がパーンってランニングスローして、アウトというところで、これ素晴らしい配球やし、素晴らしい、投げ切った、山崎投手、素晴らしかったな、というふうに思います。で、最後はこれ8回表ね、これは、別にこれ、結果とかじゃなくて、これ、ツーアウト一塁という場面で、これ、牧選手だったんですよね。で、この場面って、まあ、船場様投手が投げてるんですけど、8回表でね、これ、1点差なわけじゃないですか。で、ここで一番嫌なことって、どう考えてもホームランなんですよ。これ、ホームラン打たれたら、ツーナーホームランになるんで、逆転されるわけですよ。で、ここで、言ってた捕手ね、ツーアウト一塁で、牧選手がバッターボックス立つ前にタイムを取って、船場様投手にこう、ポンポンって言って、言葉を交わしてるわけですけども、こういうのがマジで大事なんよ。まあ、いろいろね、大城さんの話でして申し訳ないんですけど、その、キャッチャーとしての振る舞いとかって、安倍監督のコメントあったじゃないですか。これって、ほんまこういうところなんですよ。で、これって別に、じゃあ、会話行ったから、間を取ったから、抑えられたのかっていうわけでもないんですけども、やはり、ピッチャーにね、投げるのは AI じゃない、ないですから、人間ですから、ミスもあると。で、よくジェスチャーとかあるじゃないですか、低めに来いよとか、そんなもの分かってるんよ。プロのピッチャーなんだから。分かってるんだけど、それでもやるんですよ。だから、頭で分かってるんですけど、ピッチャーはやっぱ、分かってるんですけど、だけど、その、やっぱりマウンド行ったりとか、すごく大勢の観客の前でとか、いろいろね、そういう外的要因があるとですね、分かってても意識がこう薄くなるんですよ。やっぱりこう集中したりとか、いろいろ散漫になったりするからね。だからそこを、やっぱり改めて分かってるけど、ジェスチャーとか、間を取って声をかけに行くとか、そういう、ピッチャーも分かってるんよ。分かってるんだけど、それを、あえてちゃんとやるっていうのが大事なんよ。だから、プロレベルでも、そういう風に大事って言われてるってことは、それはもちろん、アマチュア野球も大事だし、高校野球も大事だし。だから、小学生がやるのも大事だし。だから、プロでも、こんだけやってるってことは、アマチュアの選手はもっとやらないといけない。だって、普通にね、技術的にも、まあ野球のその野球脳的にも分かってない選手の方が絶対プロよりは多いわけだから、そこはやっぱり時間取って間を取ってあげたりとか、分かっててもジェスチャーしてあげたりとか、広くとか高くとかもうなんかいろいろあるやん。だからそれが大事だよ。だからここでホームラン打たれたらあかんっていうのは船場さんの投手も分かってるんだけど、そこを改めてタイム取って、じゃあこう、牧はこういう今日配球してたから、ここをこうやってこういう風に配球でいこうって先にあらかじめ言ってあげたりとかしてあげると、やっぱ投げる方も分かった上でね、投げてるから次何が出されるかっていうの分かってるから、サインもちゃんと頷けるし、納得した上で投げれるんで、だからこういうところが大事なんですよ。振る舞いじゃないけども、そういうところが大事だっていう風に僕は死ぬほどジャイアンツの時に、コーチにアホボケ言われながら、もうお前はほんまにジェスチャーができないとか、声掛けができないとか、気遣いができないとか、もう死ぬほど言われながら、もうアホみたいにやったろ思って、こんなんとかもっと、やったことあるんだけど、でもそれぐらいやっぱ大事なんだって、今思うと、思うし、うん。だから、まあそういうことですよ。
うん、それぐらい相手に伝えることとか、分かってるんだけど、改めて伝えることっていうのは、うん、まあ野球だけじゃなくてね、まあ仕事においても多分大事だと思うので、はい、皆さんもね、ちょっとすいません、最後説明長くなっちゃいましたけども、そういったところ、相手分かってるやろっていうふうに思うんじゃなくて、分かってるだろうけど、改めて伝える。まあ、ほうれん草とか言うじゃないですか。まあ、そういうもんですわ。はい。で、それで結局ね、で、ライトフライ打ち取って、まあね、このピンチを切り抜けたっていうのがあるので、まあ、そういったね、間であったりとか声かけっていうのは、改めて大事だなというふうに思いました。はい、そんな感じでですね、はい、今日もね、まあ、2対1というすごく僅差なゲームなんですけども、まあ、ジャイアンツ勝ちましたっていうところで、また周囲にね、踊り出たというところで、非常にね、素晴らしい、野球が、素晴らしい野球、うん、だから強いよね。うん、だから、結局、なんかその、ま、いろいろ言うじゃないですか。僕も言いますよ。打ててないとかいろいろ言うんだけど、じゃあ今、ジャイアンツって何位なのって聞かれると、1位なんですよ。だから、それってすごいよね。なんか、よく、なんか、なんかの本か、なんかの例えか忘れたけど、なんかその、本当に強い人とか、強いチームって、なんかその、なんかわからんけど勝ってるみたいな、あるじゃないですか。なんかそういう例えあるじゃないですか。だからそれまさに今のジャイアンツじゃないかなっていう。なんか強そうに見えないんだけど、試合終わってみたら、ジャイアンツの方が点多く取ってるみたいな。なんかそういう、なんか不思議な現象というかね。うん。うん。パッと見強さはわからないんだけど、こいつやったらめっちゃ強いんだよな、みたいな。なんかそういうチームに、まあなりつつあるのかなというもので、まあね、まあよく言えば、まあもっと打ってほしいっていうのはありますけども、まあ現状勝ててるっていうのがあるので、まあそこはね、まあ多めに見てあげても、ファンの方いいのかな、なんていうふうにも僕思います。はい、そんな感じで今日終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いいたします。そんな感じで今日終わってきます。じゃあね、バイバイ。